皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語ね、続きやっていきたいと思います。さあ9日目ですね。足技が嫌だとね、あ、恐ろしい突きを持った相手です。さあここは明神さんとね同門対決なんで、はいはい、岩西さん、怖いのは下手投げぐらいですかねと来ました。おつけさせましょうか。体格もいいし技も豊富ですと、おつけましょう。はい、上手出し投げには要注意です。刺していきましょう。同じですね。はい、刺していきましょう。上手投げね、上手投げは、あ、これも刺しか。はい、はい、木舟さん勝ち越しかかってるのに確認しましょう。龍力さん5勝3敗残った。右四つの状態が続きますね。残った。ここで左四つに切り替えた。残った。ああ、また入れ替わっちゃいましたね。残った。あ、追い詰めるんですけどね、じわっとジャブをかましてね。ここからがなかなか龍力さんいかない。今投げられそうになったね。そのまま行ってほしい。はい、押し倒し、勝ち越し決めましたね。はい、トゲツキョさん、竹の富士さん7勝1敗。はい、サインさん、大食い魂さんね、向こうは4勝4敗ですね。ヨハンさん5勝3敗。あ、同じく長戸さん5勝3敗でしたね。さあ、同門ですね。お池さん5勝3敗、3勝5敗の新次さん。おお、先に仕掛けた。さあ、お池さんね、冷静に突き放していきますね。まあ、土俵際からね、ちょっと粘って、ああ、真ん中に。おお、強烈な突き。ああ、しかしまた。残った。はい、突き出しました。お池さん貫禄の勝利。3勝5敗ですね。車崎さんは2勝6敗。浅野方さんと対決ですね。5勝3敗小結び。烏丸さんは徳の峰さんですね。同じく5勝3敗。あー、烏丸さん負けてる。あ、車崎さん負けた。で、同門はお池さん勝って、3人さん、あ、トゲツキョさんまた負けてる。木舟さんは勝ってますね。はい、ここも飛ばします。10日目。多彩な技、あー、横綱とか、持ち味出してください。はい。お池さん、あー、綾乃花さんですね。これも持ち味出させましょう。岩井さん、すくい投げでみんなやられちゃいます。おつけでいいでしょう。サインさん、月を中心に組み立てる相手ですということで、組んじゃえはい、上手出し投げは要注意なんですと、これも察しですね。はい、これも察しでいいでしょう。はい、木舟さんも察しですね。ああ、同じような内容が続くね。すくい投げでみんなやられちゃいます。これをつけですね。はい、3勝2敗。ああ、4勝1敗。さあ、ここは飛ばします。9連勝中岩戸川さんとですね、明神寺さん3勝6敗、塩風さん1勝8敗。負け越し決まってますね。4勝5敗同士、サインさんと哀愁奈々さんで、トゲツキョウさん、あ、負け越しかかってますね。銀伝さんと見ましょう。
残った、いや残った、いや渡月橋さんね、負けちゃうとここであれですね、また重量落ちちゃうのかな。あー追い込まれてるなー。残った、いや残った、いや上手投げ決められちゃった、負け越しちゃいましたね。はい、車崎さんは8勝1敗、竹の富士さんと6勝3敗、両安さんは回転さん、向こう4勝5敗でしたね。はい、お池さん、綾乃花さんとですね、現在お池さん6勝3敗で、カラスマさん、照ノ花さんですね、お相手横綱ですね。はい、あー負けちゃったね、お池さんも、あー両安さんも負けちゃった。で、車崎さん勝ってで、渡月橋さん負け越しちゃいましたね。で、サインさん、妙心さんは勝ったと。あ、今戸川さん負けてましたね、菊根さん。はい、10日目終わってこんな感じです。カラスマさんタイですね、5勝5敗。お池さん6勝4敗、両安さんも6勝4敗で、渡月橋さん負け越しちゃって、サインさん5勝5敗で、妙心さん、車崎さんは4勝6敗で、木村さん勝ち越しますね。11日目、体格名詞は技も豊富な相手ですと。おっつけていきましょうか。組投げをやられると困っちゃいますね。おっつけでいいでしょう。岩根さん、彼は一体いくつ技を持っているのか、じゃあ持ち味出してください。はい、恐ろしい月を持った相手ですとね。ああ、ここは同門なんで、はい、持ち味出させましょう。明神さんがやたら身内と当たるよね。はい。はい、車崎さん、小細工が多いんですよね。おつけましょうか。はい。下手投げぐらいですかね。来ましたね。突き放させましょう。はい、ここも。これでいいですね。はい、木舟さん、金閣さんですね、5勝5敗で、明神さん、サインさん、これは同門ですね。明神さん4勝6敗、サインさん5勝5敗で対決です。残った、いや残った、あー全然明神さん月が効いてない。あー技でなんとかしようとするけど、あーサインさんの方が強かったですね。はい、渡月橋さんは長門さんね。で、車崎さん、比縁さん、比縁さん6勝4敗でしたね。はい、両安さんは高山とさんです。向こうは7勝3敗で、お池さんは氷川さんですね。で、カラスマさんは伊達の花さん。あー、さすがにカラスマさん負けちゃったね。おいかさんもまた負けちゃったか。りょうあんさんも負けて、車崎さん勝って、渡月橋さん負けて、で、同門はサインさんね。あ、木村さん勝ちましたね。はい、12日の時にね、また成績確認したいと思います。さあ、下手出し投げが武器ですと。おつけですね。はい、小池さん、ここはもう突き目させましょう。氷川さん、首投げをやられると困っちゃいますと。おつけましょうか。はい、下手投げぐらいですかね。これもおつけでいいでしょう。はい、これもおつけですね。はい、恐ろしい月ですね。これ一回ちょっと突き放して、あーしまった、妙心さんとだったんだ。はい、木村さん、今日は勝てる相手です。じゃあ持ち味出してください。白梅さん、なんとか勝ち越したね。
ゼミブさんは5勝1敗。はい、キムネさん、玉飛龍さんですね。はい、長戸さんは7勝4敗。サインさん6勝5敗。あ、ごめんなさい、飛ばします。はい、ミョッシンさん負け越しかかって、あー、どの道と思うか、見ましょう。はい。ミョッシンさん負けちゃうとね、一緒に多分重量転落ですよね。急に上がってきたけどね、ミョッシンさんも。フィーバーみたいな感じで。左側でね戦ってるんですけど、ミオトゲツコさんがね押されるんですけど、あー、なん粘ることできなかったですね。車崎さん5勝6敗。相手はイリキさん4勝7敗。はい、お池さんは高山さんですね、勝ち越しめてますね。高山さん8勝3敗で、さあ両半さん氷川さんとですね6勝5敗同士で、カラスマさん5勝6敗、タガニシキさん8勝3敗。あ、カラスマさん勝った。リョアニさんも勝った。あー、お池さん負けたか。で、車崎さん勝って、ドモンはミヨシンさん勝ちましたね。サインさん負けてるね。あ、キムネさんなんとか勝ってると。はい、12日目終わって、カラスマさん、お池さん6勝6敗。逆にリョアニさんね、勝ち越しリーチですね。トゲツキョさん、おっと、2桁負けてますね。サインさん、6勝6敗。ミョウシンさん、5勝7敗。車崎さん、6勝6敗。まあ、よくここまでちょっと持ち直してきましたよね。キムネさん、2桁勝ちですね。6勝2敗。11日目。この辺は好きにやりたい。あ、なんか今。はい。じゃあ突き放していきましょう。やりたいようにやらせてくれって言ってカラスマさん言いましたよね。修正度が下がってる証拠ですね。上手投げは相当なものです。はい、刺していきましょう。恐ろしい突き、あー、ここはまあ持ち味出しましょうか。どうもんですからね。妙心さん、はいはい、トゲツキョさん、下手出し投げね、はいはい、両差し特備投げね、これはもう組んでいくに限りますね。13日目ね、キムネさん鈴の風さんですね、6勝3敓。あ、6勝6敗。ミョウシンさん車崎さんはちょっと見ましょうか。ミョウシンさん負け越しリーチのままね、まだ続いてますね。さあミョウシンさん、ここはちょっと負けてられないね。おお、続き野球場は一気に押し切りましたね。負け越しからなんとかギリギリ粘ってますね。両安さん勝ち越しかかってます。徳の峰さんですね、徳の峰さん8勝4敗。つく、あー、ちょっと押され気味か。あ、押し返した。真ん中から、あー、落とされた。はい、お池さんは戸和の海さん、戸和の海さん8勝4敗でしたね。サインさん、浜の内さんね、浜の内さん4勝8敗。トゲツキョさん、浅野方さんですね。で、カラスマさん、雪藤さん、さあ、どうやったかな。あ、カラスマさん勝ちましたね。トゲツキョさん勝って、サインさん、あー、負けちゃってる。あ、お池さんも負けた。で、リョアニさん負けましたね。で、ドモミヨシンさん勝って、キムネさん順当勝ち。はい、14日目。上手出し投げは要注意ですと。上手出し投げは差し。はい。お池さん、いろんなことをやってくる相手です。じゃあ持ち味出してください。
あいつの足技が嫌なんですよね。じゃあ突き放してよ。いろんなことをやってくる相手です。持ち味出しましょう。押っつけた方が良かったかな。突きを中心に組み立てる相手です。組んじゃえ。はい、時月京さん、すくい投げでみんなやられちゃいますと。押っつけましょうか。はい、キムネさん、ハイビ張り手か。組んじゃえ。おつけがうまい相手ですと。刺しですね。今日はどうもなかったですね。お、結局5勝2敗か。うん、よくやりましたね。あ、こちらも5勝2敗で終了ね。お、はい、キムネさん、ミトシンザンさんね。で、ミョウシンさん、ちょっと負け越しかかってますね。確認しましょう。タンズルさんね、ミズルさん。残った。ミズルさんも負け越してましたね。さあ、これ、おー、千秋楽まで粘った7勝7敗。さあ、車崎さんも、哀愁奈良さん、6勝7敗同士、負けた方が負け越し。残った、残った。さあ、好評同士ですね。真ん中で突き動して動かないと。残った。器用なね、相手ですからね、両方とも。おー、頭突きしてくるんだ。あー、桁食った。車崎さん負け越し。はい、両安さん勝ち越しかかってます。力釜石さん、力釜石さんとはあまり言いにくいですからね。あ、力釜石ピノックス。おー、突く。突っつけるが効かないので押し返して。あー、左四つか。残った。一気に攻め立ててきましたね。外掛けはこらえたけど、これは痛い。あー、もう出ないか。残った。残った。残った。なんとかね、粘ってるんですけどね、劣勢ですね。あー、外掛け何回かやられてるけど、次やられると負けるかも。足技が嫌だからね、こう突き放してるんですけど、なかなか押し気味に来られるとね。あぶねー。あー、よく真ん中まで持ってきましたよね。あー、ついつくつく。一瞬向こうの体力切れかな思ったんですけど、あー、逆にヨアンさんがきつくなってるか。残った。あー、全然だ。長いなあ。ようやく勝ちましたね。リュアンさん勝ち越し。さあ、お池さん、ちょっと負け越しかかってしまいましたね。新の里さんとの対決です。さあ、ここはタイに持っていって、最終日に備えてほしい。あ、一気に行く。あ、一気に行った。7勝7敗で千秋楽ですね。はい、サインさんも同じくですね、6勝7敗同士で、千代の鶴さんと。残った。これも負けた方が負け越しか。残った。残った。お、押す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 。お、あ、
ー、突き返してきたね。あー、押し返されてる。あー、追い詰められる。残った。これ本当は 2D のね視点ですよね。横しかないというね。昔のスポーツの仕様と一緒ですからね。残った。まあスポーツに比べると全然派手さがないけど。おお、下手投げ決められちゃった。サインさん負け越し。はい、トゲツキョさんは朝日誉さんね。朝日誉さん勝ち越してたね。さあ、カラスマさん勝ち越しかかってます。鬼兵さんですね、4勝9敗。もう一度続きしたけどかわされた。かわされてというか耐えられた。残った。残った。おい、何してんだよ。残った。お、突き返す。こっから持ち返して。また逆手になってるね。残った。残った。あー、両差し替えよってもね、そっから続く。ああ、やられた。上手出し投げ。はい、トゲツキョさん負けてますね。で、サインさんも千代の鶴さんに負けちゃいましたね。大池さんなんとか粘りましたね。で、車崎さん負けて、明神さん勝って、で、清音さんも勝ってると。はい、千秋楽です。あ、その前に見ときましょうね。カラスマさん、大池さん7勝7敗。リョアンさん勝ち越しましたね。トゲツキョさんも11敗目か。サインさんも負け越しちゃったと。車崎さんも負け越しですね。リョアンさん、タイのまま千秋楽ですね。はい、ラスト。体格もいいし、技も豊富な相手です。これはどっちがいいんかな。おっつけましょうか。はい、小池さん、足技が嫌なんですよね。突き放しましょう。はい、いろんなことをやってくる相手です。これも突き放していいか。はい、サインさん、すくい投げでみんなやられちゃいます。すくい投げはおっつけですね。はい、車崎さん、あいつの上手投げは相当なもんですよと。刺していきましょう。いろんなことをやってくる相手です。はい、もう好きにやってください。両差しと首投げが得意です。くんじゃえ。はい、三好さん、外掛けで困ってくる。あー、外掛けをかけてくるんですよね。はい、突き放しましょう。はい、キボネさんはヤシャガタケさんね。で、ミオシニさん勝ち越しかかってます。トキワオミさんですね。5勝9敗でしたね。残った。残った。勝ち越しで終わってほしい。ミオシニさん、残った。残った。あー、優勢のまま終わりましたね。はい、車月さん、銀霊さんと負け越し同士ですね。はい、両安さん、新の里さんね。で、お池さんですね、力釜石さんとです。勝ち越しかかってます。おー、けたぐられて負け越した。トゲトキョさん、千代の鶴さん。はい、サインさん、朝日誉さんですね。で、カラスマさん、大谷式さんですね。小結び同士。残った。ああ、はたき失敗。ああ、逆にはたき込まれた。ああ、カラスマさんも怒っちゃった。サインさん勝って、トゲツキョウさん勝って、あ、リョアンさん負けてんのか。で、車崎さん負けて、ミオシンさんだけ勝ったんか。
はい、最終的に7勝8敗8勝7敗4勝11敗、7勝8敗8勝7敗、6勝9敗で13勝2敗ね。あ、岩戸川さん結局14勝1敗やったんですね。竹野内さん引退ね。はい、9月ですね。さあ、いつものようにですね、番付と親方の能力確認して終わりたいと思います。おー、だいぶ上がったけど実績だけがないあー、烏丸さん前頭ヒットまで追っちゃったんですね。あ、両安さんキャリアハイですね。小池さん、小池さんは番付的には1個下がったんか。あ、違う違う、これじゃなくて、記録だ。あ、変わってないんですね、前回と。はい、ヨハンさんはキャリアハイかな。あー、とっ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 と、はい、そうですね。あー、でも1回夏場所で、そうかそうか、3枚目まで来てたんですね。はい、サインさん9番目ですね。あー、車崎さんだけ重量起こったって感じか。はい、それではこんな感じでね、また次回9月場所迎えたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本日はこれまでです。それでは皆さん、さよなら。